え、三日間お疲れ様でした。お疲れ様でした。もうばんあのコンサートの途中でもう三日目どうなるかって言ってたけど絶好調って言ってましたけどはい。もう絶好調、ね。絶好調でした。あの出し切ると、うん、やっぱり終わると。 ちょっっっと声ははぽくはやっぱりなるんですけどまあ一晩寝るとちゃんとこう復活してくれるんでえ今日はちょ,ちょっと今今ね終わってそのまんま来ちゃったんでちょっと枯れ気味ですけど音,を出す音でずっと生活して育ってきた人は音が出せないあの人に音を伝えられないっていうのがこんなに辛いっていうのを初めて実感した。あのー 月日だったんじゃないかなと思いますねだからリハーサルとかであのメンバーとと会うともうも嬉しいんですよね <laughs> 全国ツアーしてても着いた初めて行った街のホールでやるときは必ずしっかりやるんですねリハーサルを。それで「そんな人いないよ」ってもうみんなにいつも言われるんだけど <laughs> でもそのホールの形 座席の素材とか冬だったら厚手のもの着てるとかで全部も音の響き方が違うんでできるだけ本番でそのミキサーさんが戸惑わないようにあの準備するっていうのがやっぱりプロの心得だと僕は思ってるんで。